はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。ちょっとね、これを扱うのはどうかなと思っちゃったりするんだけど、ちょっとね、暗めな話、うん、たまにね、その行方不明事件があったりとかするし、私も、まあ、私が生まれる前から行方不明になっている方たちのね、そういうのはピックアップしてあげてたりとかしていますけど、あの、良くない人たちにね、連れ去られてしまったりとかっていうのが、まあ大半なんじゃないかなとは思うんだけど、まあ自分から姿を消すっていう方も何パーセントかはあるんじゃないかなと思うんだよね。家族が、あ、ちょっとおかしいなとか思うところはあるけど、まあ突っ込んでいいのかどうかっていうのも、家族でさえ突っ込んでいいかっていうのがわからない状態だったりするし、うん、根も葉もないことに言ったりとかしちゃうかもしれないし、まあ本人をね否定してしまうこともあるだろうし、うん、自分の意思でねどっか行っちゃうっていうのはよっぽどのことなのかなと思うし、でもまあその探してる方としてはすごく心配で心配で、いろんな人にね声かけまくったりだとか、警察とか、まあ、テレビとかで、ね、行方不明の人をこう探すっていうのがあったりとかするけど、自分から、ね、姿を消すっていうのは、消す人にとってはそれが過剰な感じになってしまうんじゃないかなと思うんでね、なんか見張られているような感じ、それが嫌なんで、親とか兄弟とか見張られてるというか監視されてる感じがするっていうんだろうね、うん、それが嫌なんで黙って、まあ最低限のお金を持ってで、まあ縁のゆかりもないところに行くか、まあ下手したら絵画に行くか、名前を書いてね、名前を書いてっていうか、まあ結婚しちゃえば、まあ名字を変え、基本的に変えられるじゃん、うん、今ね、いろいろと同性、結婚しても同性は嫌だっていうね、嫌だって言い方はおかしいけど、その自分の名前に、名字に愛着があるんで、結婚してもまあ、その相手側の名前にはしないっていうか、そういう言い方はおかしいかもしれないんだけど、うん、そういうのでまあ、法律を変えようっていうのがあったりとかするけど、うん、まあね、本当に別人になるっていうことで、怒られるかもしれないけど、愛もそういう愛というかそういうのがなくて結婚してるっていう場合があるのかなと思うんだよね、うん、もちろんそういう家庭裁判所みたいなところで、家庭裁判所かわからないけど、まあそういう行政のところに行って、ちょっと名前、ね、あったりとかしてて、あの名前を変えるとかっていうのはできるとは思うんだけども、やっぱりそれなりのお金だったり時間もかかってしまうので、その間にね、その見つかってしまって、なんて言うんだろう。連れさ、戻される。連れ戻されるっていうか、
自分が嫌だと思う空間に戻らされてしまう。でも周りの人たちから見たら、その行方不明者の方を、見つけてっていう感じになるんだろうから、よかったよかったってなるんだろうけど、本人からしたらしてみればそうではないのかなと思っちゃうんだよね。うん、そういう自死というか、自分で命を絶つっていうところまでいかないけども、そういうなんか環境が嫌だって思って、行方をくらますっていう人が多いのかなと思うんだよね。まあその人に対してっていうか、その人にがね、そうするしかなかったんじゃないかなとは思うんだけど、皆さんどう思いでしょうか。以上です。